はいどうも、 IQ180 の犬です。よろしくお願いします。ご分を、今日はループウィラーとグラフペーパーのコラボのスウェットをご紹介したいと思います。はい、まずそれぞれのブランドについてなんですけど、ループウィラーはスウェットをメインに販売しているブランドになります。釣り編み機を使っていて、釣り編み機っていうのは、糸に余計なそのテンションをかけずに作ることで、ふっくらした仕上がりになるそうです。で、触り心地も非常に良くなってます。ドゥルカマラのスウェットを紹介した動画でも言ったんですけど、ループウィラーのインラインで出てるスウェットは結構こうタイトなものが多いです。こういろんなブランドとコラボしていて、例えば私が好きなサイとか、あとはポータークラシックではなくてポーターの方、吉田カバンの方ですね。でポーターの、パーカーはプローバーとジップパーカーがあるんですけど、スウェットも普通のスウェットもあったかな、あったと思うんですけど、なんかポーターってカバンのブランドなんで、その旅行に使うようにパーカーのポケットのところにジップがあって、そこにパスポートが入れれるようになっています。それらは、インラインと同じで結構細い作りになっています。で次に、グラフペーパーについてなんですけど、グラフペーパーはもともとセレクトショップ、グラフペーパーというセレクトショップがあって、そこで自社で作ってるブランドになります。なんですけど結構人気がある、その自社ブランドなんですけど結構人気があって、なんかグラフペーパーのオーナー、デザイナーがそもそも 1LDK とかのなんかコンセプトデザインとかもしてるそうです。 1LDK っていうのは中目黒にあるセレクトショップなんですけど、グラフペーパーっていうブランド自体もすごく人気があって、よくセレクトショップオリジナルで人気があるのって、例えば菊の部さんの知恵だとか、あとなんだろう、ユニバーサルプロダクツ 1LDK ので、知恵だとかグラフペーパーとかは他のセレクトショップでも取り扱いをしています。グラフペーパーはどういったブランドかというと、割と大きめの、ゆるく着るシルエットの服が多くて、可愛い系なんですけどちょっと上品さもあるブランド、似たブランドでいうとアンフィルとかが近いかなと個人的には思います。シルエットがとても綺麗で、大きめのサイズなんですけどとても綺麗で上品に着れるブランドです。そんな綺麗で上品なブランドと超生地がいいスウェットのブランドがコラボしたのが、このループウィラーと、グラフペーパーのコラボのスウェットになります。で今回買ったのはスウェットなんですけど、ハイネックのスウェットになっております。はい、でちょっとディティールを見ていきたいと思います。でまずなんですけど、ラグランスリーブになってます。はい、でループウィラーってついてて、でもあとは普通ですね。ハイネックになっていて、グラフペーパーのロゴがあって、で普通にリブがある、で触り心地ふかふかって感じ。あ、そうで、ポケットがついてます。でちょっと変わってるなと思ったのが、ポケットの裏地がちょっと化学繊維になってます。個人的にこれはまあどっちでもいいかなって感じですね。はい、でシルエットはとても綺麗 で色は、カーキという色を選択しました。他の色なんですけど確か黒かネイビーだったと思います。ちょっと調べて書いときます。サイズは 1,2 展開だったんですけど、あのグラフペーパー、そうこれがこれ言うの忘れてたんですけど、ごめんなさい。グラフペーパーは大きめのサイズで、ループウィラーはタイトなんで、僕ループウィラー着れなかったんですけど、グラフペーパーとコラボすることで、グラフペーパーとコラボしてる商品は結構大きいので、今回はグラフペーパーの商品を購入しました。このループウィラーのインラインより全然大きいサイズで着ることができます。でサイズ 1,2 展開で僕は1を購入しました。2でゆったり着る、多分1枚で着るんだったら個人的には2でいいのかなと思ったんですけど、冬物のインナーで着たかったので今回は1にしました。こう結構僕ハイネック好きなんですけど、ウールのハイネックってちょっと保温性高すぎて蒸れちゃうんですよね。でもコットンなんで、コットンもあったかいんですけど、ウールよりちょっとマシかなということで、ハイネックのものを購入しました。はい、では早速着ていきたいと思います。はい、ダウンと合わせてみました。これはかなりラフに着る感じですね。冬場さらっと外に出る時とか、こうい
はい、まあ、こう 黒なんですけど、このサシにこの乾きを入れることでちょっとラフな格好なんですけど、ちょっとおしゃれ感が出るんじゃないかなと思います。で次はコートと合わせていきたいと思います。次はオーラリーのコートと合わせました。はい、実は僕このコーディネートしたくて、このループイラーのループイラーとグラフペーパーのコラボのスウェットを買いました。なんですけど、まあ、この服装をしようと思ってたんですけど、いざ着てみたんですけど、正直めちゃくちゃかっこよくてびっくりしてます。コート系って、まあ、マフラー巻けばいいんですけど、クルーネックのニットとかスウェットとか着た時って首元寂しくなるじゃないですか、まあ、その点このスウェットは首元まで着てるんで、やっぱ首元まで着てるとおしゃれ感がやっぱ増すんですよね。これ なんでしょうね、この現象何なんでしょうね。本当にパンツは、ドルカマロのパンツになります。で先ほどの合わせていた黒のパンツもドルカマロのパンツになります。ドルカマロの動画も、上げているのでぜひ見てみてください。試着は以上になります。はい、いかがだったでしょうか。ループウィラーの、ハイネックのスウェット、とても合わせやすい。色味もそんなに明るすぎない、キャメルとかみたいに明るすぎないマカーキなんで合わせやすいと思います。でちなみに値段は 25,000円プラスタックスになります。ループイラーのインラインがだいたい1万から2万の間なので、まあ、ちょっとそのインラインの値段よりは高いんですけど、それだけ払う価値のあるとてもいい商品だと思いました。本当になんていうんですかね、上品というか、そのグラフペーパーの良さとループイラーの良さが本当に出ているとてもいい商品だと思います。まだまだ通販サイトで買えると思いますので、まあ、ぜひ気になる方がいたら購入してみてください。と次回はちょっと服を安く買う方法というか、ちょっと朗報みたいなのがあるので、まあ、もう皆さん知ってるかもしれないんですけど、まあ、その動画をちょっとね今回は早めに出そうと思います。それで実際に、服も買ったんで、ちょっとその話についてご紹介したいと思います。はい、この動画が少しでも良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、ありがとうございました。